それでウソップとフランキーはどこにいるんだ。確か地下に牢獄があったはずよ。よし、じゃあ下行くぞ。おい、どこだ。ウソップ、フランキー。よし、レディには指一本触れさせぬ。逃げよ。俺にお願いね。やってやろうじゃない。サンダーボルト点火。やるか。邪魔だ。動けない。ゴムゴムのガソリンだ。レディーが待ってるっていうのに、まったく野暮な奴らだぜ。俺に任せろ。なめんじゃねえ。金なら切るまでだ。竜巻。やりやがったな。行くぞ。ゴムゴムのガソリンだ。まずい。かねえな。ナミさん、これが終わったらし。おら、あんたたちなんかお呼びじゃないのよ。任せて。はっ。くそ、こんな。くそ。ナミ、すげえなお前。ありがとう。少しはお役に立てたかしら。この力があれば。マリモ、なんかとっちらかった。今の力を試すにはうってつけだな。どうすっかな。ゴムゴムのガソリンだ。チュー。来いよ。切られる覚悟があるならな。
竜巻。今行く。マナーがなってねえの。その程度かよ。任せて。一人10万よ。幸せパンチ。なんでよ。フェイサー。さあこの野郎。反撃開始だ。やっべ、次はないわよ。そこをどけ。大剣豪になる日まで絶文句あるか、海賊王。しない。よし。よっ。よし。今の力を試すにはうってつけだな。ルフィ、気を。おう、サンジ、わかった。さてと。サンダーボルト、エンパー。航海士の予報は聞くものよ。必要な力。うわ、
足がくりしたな。よし、帰りは大丈夫かしら。とりあえず先に進みましょう。こっちからは無理だ。どうにかして後ろに回り込まねえと。行くぞ。よし。はっ。俺に任せろ。やった、中に入れたぞ。お、上に通気口があるな。
ちはなんだ。よし、通気口だ。本がたくさんあるぞ。行くぞ。今、ちょっと待って。ちょっと待って。今本棚に気になるものが。よし。ロビン、どうした？何？この本、背表紙に。随分と古いわね。そうね。こんな古い考古学者から取り上げた資料や歴史書をここに貯蔵しているのね。これ全部なのか？政府にとって都合の悪い本をなぜ処分しねえんだ？歴史がどこまで知られてるか。不都合な歴史か。ワフルドの成り立ちを調べたものみたい。その日、新世界の外れで突然島が出現。目撃された巨大な水柱や近隣の島を襲った高潮。しかし多くの事象が物語る。ワフルドの近海に群生する巨大な古代種の藻類が、なぜ空から島が降ってきたのか。海図と照らし合わせるなら、ワフルドは空から降ってきて。不思議島ってこと。あら、何かあるわね。なんだ。こいつ意表をつかれ。その辺の連、この奥へ進まれたとあっちゃ海軍。じゃあ止めてみろ。きっちり肩をつけるとするか。竜巻。いけるか。ゴムゴムのバズーカ。これか。やったな。ちょっと俺がやる。舐めないでね。こう見えてなかなかやるわよ。サンダーボルト、クレッパー！これからだ。そこまで。これでどう？動けん。はっ！
動く。次はどいつだ。邪魔だ。全員ぶっ飛ばして。この下は何があるの？さあ、わかんねえ。行ってみりゃわかるって。よし、そういえばチョッパー、ゾロのダメに効く薬はできたの？まだだ。でも諦めないぞ。お前ら、この厳重な扉。よし、またギアサードでぶっ壊す。またってことは前もこじ開けたの？ルフィらしく。でも今回はその方法じゃ無理。いや、サード、どうやって？どうやらまだその力は取り戻せ。やっぱり別の。それじゃあ別の技を。ちょっとまずはこじ開け。見つけたぞ、麦わらの一味だ。おとなしく投降しろ。お前たちに逃げ場などな。仕方ねえ、こいつかかってこい。手強いわね。みんな気をつけて。トレインタフルール。任せろ。俺がゴムゴムのガトリング。きっちり型をつけるとするか。まずいわね、こいつ強いわ。サンダーボルト、クレスト。こいつ強いな。俺の方が強い。なかなかだが、我々を鍵ん貴様。だが、それが四方の塔へと続く通路。あら、この鍵がそこの扉の鍵。なぜそれが分かった。さすがだな。しかし、よくしゃべるおっさんだな。そしてそのうち一本が
給餌室に隠されていることなどお前らごときでは見当もつくまい。お前もう喋らない。この鍵以外にあと2本、全部で3本集めればいい。なぜそれが分かった。お前いろいろ教えてくれてありがとな。そうか、心を読む悪魔のみか。よかった。どうやらただのアホだったようだ。それじゃ、よし。
敵の匂いだ。誰かいるぞ。ああ、覚えがあるぜ。この殺気。お前たちにも困ったもんじゃ。こんな場所まで攻め込まれてはわしらの立つ瀬がないわい。お主らの首を持って失態を帳消しとさせてもらおうかの。なんだそれ。な、何がおかしいんじゃ。見せてやる。見せてやる、キリンという野生の底力をの。ギアセカンド、ゴムゴムのジェットバザーカー乱脚ネジ白人。まだまだ。ドスフルール。グロップ。なんであたしなのよ。サンダーランスクーポー。まだまだじゃ。わしはまだ戦える。もう少し休ませてくれてもよかったのに。三刀流108ポンド砲。くっそー。キリン。いてー。ゴムゴムのネジ白人。めちゃめちゃ効いたぞ。これは気を抜けなそうな相手の。ちょっと痛い。なんで私なのよ。サンダーランスクーポー。マイク食べからな。ここも散り方をつけるとするか。そこをどけ。頭が高え。てめえはそこで修行の成果が出てきたな。やったー。俺が万能薬になるんだ。タク、何をしている。もう死ん…カーク?カーク!どうした?返答しろ!あ、お前誰だ?誰だという貴様…まあ、お前が誰でもいいや。だから誰だ貴様!お貴様…ちくしょう…おい、全員脅しちゃ。てめえら一体何やってん。聞いてんのか。すぐに出ろって言ってんだ。おいおい、チキシブーシブ、なんてこ、よりによってゴールデンデンで、よりによってバスターゴールを。
んだ今の放送は。バスターコールだと。やっぱり来てくれたのがアルビー。政府の施設、それもこんな場所まで。仲間のために。アンジェ、泣いてる場合じゃねえよ。とりあえずよ、ここからの脱出だな。まあ、どこかに出口があるはずだ。案外簡単に出れたじゃねえか。しー、俺の名はキャプテンショップ。めんどくさいことになりそうだな。俺様に任せとけ。姿は見せねえ。これでどうだ。トムさん、おりゃあ狙撃手の食らえ。どうだ、俺だってやるときゃやるんだ。こっちくしょう。ここにあんの。
も、こんな奴らにやられやしねえ。どこにいようが撃ち抜く。必殺火炎星。まっ、こっちは俺。嘘をつくまでもねえ。行くぞ。これでどうだ。傷を塞がねえと。うわ、どこに。止まんねえか。
嘘をつくまでもねえ。くそ、ウソップ様の出番で。行くぞ。やるぞ。これでどうだ。恐ろしい敵だった。取れたけど、頼む、こっちで張っててくれ。より確実に葬り去る栄えある未来のための仕方ねえ。きっと騙そう。侵入した海賊どもを全く止められねえ能なしの兵士。しまった。今の会話続けか。そんなわけで俺の名は、やべえな、マジで急がねえと。フランキー、とにかく上だ。あるじゃねえか。操作は俺様に任せとけ。しまった、道が切れてる。兄ちゃん、
ここは俺に任せとけ。トクト見よ、この即興空間階段作り、フランキースカイウォーク。おお、あ、この角度もう少し。そんな場合か。バスターコールだ。ルフィたちと合流して急いでに。落ち着け兄ちゃん。落ち着いてられるかよ。攻撃対象を島ごと消ししまう海軍艦隊の椅子。早くこ。バカな、ここは政府の施設だぜ。一遍発令しちまうと場所なんか関係。見境なし。海軍艦が。とにかくルフィたちとゴール。フランキー気抜いてる場合じゃ。もうウソップたちはどこにいるのよ。全然見つからないじゃない。きっと上に逃げたんだわ。私たちも水に飲まれるまで行きましょう。でかくなってきやがった。はっはっよっはっ。おい、俺に捕まれ。このまま一気に上まで行くぞ。まずいわ、壁からも水が。ユイ、あまりなさそうね。落ち着け、ここはまだ大丈夫だ。完全に水没したわ。ぐずぐずすんな、ここだって安全とは限らねえ。あ、分かってる。
は本当に大丈夫なの？ああ、心配すんな、リム。ウソップとフランキーなら絶対平気だ。二人のこと信じているのね。でも、どうしてそこまで。かかってきやがる。俺がまとめて相手してやる。竜巻！俺は負けねえ。ゴムゴムのガトリング！やるな。あんたたち、お金持ってるの？レディーが待ってるっていうのに、まったく野暮な奴らだぜ。俺に任せろ。パーティーテーブルキックコース。行くぞ。この足でてめえも仕留める。なめんじゃねえ。修行にはちょうど邪魔だ。いちちちちち、くらえ。これだ。さあ、やっ、いくわよ。俺も波。そう。見て、はしごよ。さすがナミさん。ほら、行くぞ野郎ども。あのクレーン、ガレーラと同じものじゃないかしら。水怖くないの？ここはもう水面より高い場所なのかもな。だったら浸水の心配はもうねえぞ。結構上まで来たな。ああ、
もう少しで外に出られるはずだ。危ない、見逃すとこだったわ。こんな時なのにちゃっかりしてるわね。まだ敵かかってきやがる。レディーが待ってるっていうのに、まったく嫌。肩慣らしといくか。そこどけ。まだだ。え、あたし？こんな。まだが。邪魔だ。まだだ。任せろ。行くぞ。この。あたしの番ね。任せて。俺もなん。そう。いつでもやってあげるわよ。見えたぞ、出口だ。リム、大丈夫か？大丈夫、ちょっと。おい、ルフィ。リム、この感じなんか変。お前は鳩のやつ。よく来た、麦わらのルフィ。ウソップはどこだ？返してもらうぞ。俺を倒せるとでも？ん？ゴムのガトリンガー！うわっ！見かけ倒しだな。フランキーの倉庫では分からなかったけど、こいつも強くなってやがるな。強くなって？何の話だ。なんでもねえ。今度も負けねえ。お前を倒してみんなで帰る。ぬるい考えだな。悪は全員ここで死ぬ。忘れたか、麦わらのルフィ。カティ・フラムのアジトでこの姿の俺にひとつきにされたこと。ルフィ！どうして？ルフィがこんなに一方的に。まだ力が戻ってないっていうの？そうかもしれねえが、たぶんあの鳩野郎、間違いなく前よりも強くなってやがる。ここまでのようだな。さて、ニコロビン、
おとなしく捕まるかここで死ぬか選ばせてやろう。やめろ、お前の相手は俺だ。選べ、自分の運命を。選ぶ。でもあなたの選択肢の中にはない。私は生きる。あなたたちに決して屈しない。ルフィがいる限り諦めないことにした。あの日司法の塔でね。そこで無様に死にかけている男に全てをかけるか。面白い。その強がりがどこまで続くか見てやろう。何をしようと結果は同じだ。一刀流、いよい、シッソンソン。大したものだ。こう見えてなかなかやるわよ。勝つつもりか。ディアブルジャンブ、フランバージュシャット、でっかい宇津木、残らず地獄に送って。乱脚外傷、もう気は抜かねえ。まだやれる。まずは飯だ。なんで私なのよ。サンダーチャージ、ウィングアーム。俺だって強くなったんだ。こんな奴に負けねえぞ。行くぞ。その程度か。武士眼マッシュ。チルフィ、みんな大丈夫か。ウソップ、大丈夫だ、もう問題ねえ。随分な威勢だな。そんななりで何ができる。お前を倒せる。なるほど、行動で仲間を鼓舞する。なかなかのボスの器だな。みんなで帰るぞ。よっ、セカンド。
気抜くな、来るぞ。ナミさん、ロビンちゃん、気をつけて。またこれがリムの言ってたことかしら。やっと俺の出番か。この者、ジェットバズーカー、残らず地獄に送ってやる。俺に任せろ、ディアブルジャンブフランバージュシャット。まずいわね、こいつ強いわ。任せて、サンダーチャージ、ウィングアーム。行ってなんかいねえぞ。モンスターポイント。ディアブルジャンブフランバージュシャット。でっかい。うつぎ、俺に勝つつもりか、飛ぶ志願。ひろち、よっと、いって、このゴムのジェットバズーカー。効かねえよ。サンダーチャージ、俺だって強くなったんだ。行くぞ。どこ？でっかい。うつぎ。乱客外長。やっべ。次はないわよ。いってー。このゴムのジェットバズーカー。なんだと。海の一流コックは技、俺が万能、力が戻ってくる。シシシ、六式奥義最大人六王丸。なかなかの器だったぞ、麦わらのルフィ。どっかのバカとは違ってな。だが部下を間違えた。役に立たない部下はただの足かせだ。地獄で食えるがいい。部下じゃねえ、仲間だ。そして強いか弱いかは関係ねえ、あいつらがいてくれるから俺は負けねえんだ、ゴムゴムの。違う、バタロン。ジェットガトリング。まったくヒヤヒヤさせやがって。よし、ウソップたちのところに行くぞ。
が集結してる。あの時と全く同じだわ。みんな揃ったわね。あとはここを乗り切るだけよ。ええ、それだけだ。おい、お前ら状況が分かってんのか。周りは海、後ろからは海兵が押し寄せてきてるぜ。前に進むしかねえようだな。帰って行ったってよ。大丈夫だ、とにかく走れ。聞こえた。みんな、声が聞こえてきたぞ。ああ、俺もだ、チョッパー。おっ、危ねえ。おい、メラ、一体何の話を。いいから、このまま走って。そう、待って。くそ、攻撃が激しくなってきやがった。だが、もうすぐだ。おいおい、強がりもその辺にしねえと、もう前が。前より手強くなってやがれ。みんな頑張れ。もうすぐだ。もうすぐメリーが来る。俺たちの仲間が。おい、本当か。こんなところに誰が来れるってんだ。来るんだよ、絶対に。メリー号が。メリー、お前らの船か。もう海は走れねえんだ。来れるはずがねえ。どういうこと？海兵が引き上げていくわ。様子がおかしい。どういうつもりだ。やっべえ、あいつら橋音消すつもりだ。目標、橋の上の海賊ども、砲弾も撃ち込め。なんて人たちなの。絶望的な状況なのに誰一人欠けてな。ルフィの言葉を、仲間との絆を信じて。メリー。ルフィたちは救助に来たアイスバーグの協力でメリーと共にウォーターセブンに戻った。
めんね、メリー。もっとみんなを遠くまで運んであげたかった。ずっと一緒に冒険したかった。だけど僕は。分かってる、メリー。お前は今でも俺たちの仲間だ。僕は本当に幸せだった。今まで大切にしてくれてどうもありがとう。ああ、見ててくれ、俺たちの冒険を。もう一度お前と旅ができてよかったよ、メリー。ねえ、元気になった？あ、俺は元気だぞ。ちゃんと寝たしな。そう。メリー号、すごい船だったわね。ああ、